友達にね、徳ちゃんっていう人がいるんですけどもね、うんえー、俺とかね、クロスバー直撃渡辺とか、のっと仲良くなった一般のね、徳ちゃんっていう子なんですけど、徳ちゃんとはいつも飲むんですよ、鍋とかもそう、ネルソンズ青山とかね、ピロとかね、荒木とかねうん、そうそうそう、心の荒木とか、なんかね言、言っていいか分かんないですけど、俺になんか黙,黙ってることがあるみたいな、飲み会で言われまして。 で、みんな知らんから、何やねん、水臭いな、久保さん、僕って芸人じゃないじゃないですかって、芸人じゃないんですよ、うん。建築関係、土木関係の会社を引き取って、そこを違う会社に流すっていう、なんか電話の仕事してるんですよ、まあ、いい生活はしてるんですよ、何やねん、すいません、黙ってて、NSC 受けましたって言って、NSC 受けたらしくて、うん、でもお前どうだったの、うん、いや、合格、不合格はまだ分からないんですよ えーってなってお前それちゃうやろってみんなに言われて確かに違うと思いましたみたいなえ何がえ自分で違,違和感感じたんかいはいえなんで ?NSC の面接終わった後に若い子たちが話しかけに来たとそりゃそうですよ徳ちゃんってもう40過ぎてますからね、うん、で一応金は持ってますからでみんな聞きに来たと何の仕事してんのとかでこ,れこの機会しかないと思って全員に。 うちでバイトせえへんかって言われたら、むっちゃ冷たい目されたんですよ、俺、今度殺そうと思ってんすよって、いやそういう意味で NHC 行くないよと思って、自分のなんか会社の社員集めのために行ってるみたいな、はい、なんか合否はまだ判断して分からないって言ってましたけども、うん、そうなんですよ、徳ちゃんっていう子、ね、がいるんですけど、ごめんね、全く知らない人の話して。うん